東武鉄道車両形式運転開始順ランキング。 JR 北海道から譲り受けた客車ドリームカーが SL 大樹に連結される東武鉄道。2019年現在どのような車両形式があるのでしょうか。そして現役で最も古い車両形式とは。新しい順にカウントダウンです。東武鉄道ファンの皆さん、始まります。第25位、2400型、営業運転開始は2018年です。2万型の4両編成への短縮ワンマン化改造車、営業最高速度は100キロ、制御方式は VVVF です。2万400型は改造元の違いで車号が区分されています。2万70型の改造車は2万410番台です。同率22位です。C11 蒸気機関車、営業運転開始は2017年です。大樹で使用される蒸気機関車、営業最高速度は45キロ、電源方式は分散系です。真岡鉄道 C11-325 を譲り受け、蒸気機関車の復元を進めています。第22位、500系、営業運転開始は2017年です。リバティで活躍する新型特急、営業最高速度は120キロ、制御方式は VVVF です。第22位、7万系、営業運転開始は2017年です。ピピア線直通用の次世代車両、営業最高速度は110キロ、制御方式は VVVF です。第21位、6万系、営業運転開始は2013年です。アーバンパークライムキャレンジ車両、営業最高速度は100キロ、制御方式は VVVF です。第20位、634型、営業運転開始は2012年です。観光列車スカイツリートレイン用の展望車両、営業最高速度は110キロ、制御方式は抵抗制御です。第19位、5090型、営業運転開始は2008年です。2008年に登場した TJ ライナー用車両、営業最高速度は110キロ、制御方式は VVVF です。第18位です。5070型、営業運転開始は2007年です。副都心線対応車両、営業最高速度は110キロ、制御方式は VVVF です。第17位です。800型、850型、営業運転開始は2006年です。8000系の3両編成ワンマン運転改造車、営業最高速度は100キロ、制御方式は抵抗制御です。同率15位です。5050型、営業運転開始は2005年です。半蔵門線乗り入れ用の主力車、営業最高速度は110キロ、制御方式は VVVF です。第15位です。5万型、営業運転開始は2005年です。 AA トレインを採用した次世代通勤型車両、営業最高速度は110キロ、制御方式は VVVF です。第14位、250型、営業運転開始は1998年です。200型と異なり、下回りを含めた完全新車型、営業最高速度は110キロ、制御方式は VVVF です。第13位です。3万系、営業運転開始は1996年です。半蔵門線乗り入れ車両、営業最高速度は110キロ、制御方式は VVVF です。第12位です。9050型、営業運転開始は1994年です。9000型のマイナーチェンジ車、営業最高速度は110キロ、制御方式は VVVF です。第11位です。2050型、営業運転開始は1992年です。2万型の VVVF 改造車、編成両端の車両が5扉車、営業最高速度は110キロ、制御方式は VVVF です。同率9位です。
350型営業運転開始は1991年です。旧公用車両を改造した特急車、営業最高速度は110キロ、制御方式は抵抗制御です。第9位です。200型営業運転開始は1990年です。両毛で活躍する特急型車両、営業最高速度は110キロ、制御方式は開示点火0時制御です。第8位です。100系営業運転開始は1990年です。ブルーリボン賞受賞の特急型車両スペーシア、営業最高速度は120キロ、制御方式は VVVF です。同率5位です。2万型営業運転開始は1988年です。日比谷線直通車両、営業最高速度は100キロ、制御方式は電気式直波制御です。第5位です。1080型営業運転開始は1988年です。1030型をベースとした VVVF 制御の試作車、営業最高速度は100キロ、制御方式は VVVF 制御です。第5位です。1030型営業運転開始は1988年です。1000型から全面全体を FRP にデザイン変更、営業最高速度は100キロ、制御方式は開示直波制御 VVVF 制御です。第4位です。6050系営業運転開始は1985年です。日光会津方面のクロスシート車、営業最高速度は110キロ、制御方式は抵抗制御です。6050系における車両番号の区分です。6000系更新車と新造車で番号帯が分けられています。第3位です。1000型営業運転開始は1983年です。ステンレス車体の標準車両、営業最高速度は100キロ、制御方式は開示直波制御です。第2位です。9000型営業運転開始は1981年です。有楽町線乗り入れ対応車、営業最高速度は110キロ、制御方式は電気式直波制御です。さあ、名誉ある1位です。8000系営業運転開始は1963年です。712両製造の汎用通勤型車両、営業最高速度は100キロ、制御方式は抵抗制御です。多数のカラーリングが存在しますが、8577編成が昭和30年代の標準色にカラーリングされています。本日はここまで。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。感想お待ちしています。